空っぽだ。私は空っぽだ。みやび、みやび、みやび、何か言った？そろそろ戻ろうか。みやび、ほら、比立蛇女子学園だ。あそこに僕とみやびが修行を積んでいた蛇女が移転したんだ。忍び結界だ。蛇女の方からだ。しかも一つじゃない。蛇女が攻め込まれるなんて、僕たちがいない間に何をやってるんだ。決着がついたみたいだ。決着。みやび、蛇女が崩れる。あれは、妖魔？みやび、大丈夫？戻ったんだね。みやび、僕はどれだけこの瞬間を。イム、泣いている場合じゃない。よう。イム、戻るぞ。私たちの蛇女に。
まって。イム、立て。ミヤビ。グズグズしている暇はないぞ。取り戻すんだ。取り戻す？何を？決まっているだろう。止まってしまった時間と蛇女の誇りだ。起立、蛇女子学園。みやびが目覚めてから数ヶ月後、非立蛇女子学園は新たな校舎を得て再出発していた。ではこれより学園の意向を伝える。選抜メンバーが抜け人となり、今の蛇女には学園の代表がいない。そこで抜け人狩りを成し遂げた者たちを新しい選抜メンバーとすることになった。新しい選抜メンバー？なんだか悔しいな。ミヤビが眠りにつかなければ僕らが選抜メンバーのはずなのに。イム、過去のことを嘆くのはよせ。今さら何も始まらん。ミヤビよ、まずは共に行動するメンバーを5人集めろ。わかりました。選抜メンバーでもない者が蛇女の復権を歌っても意味がない。地に落ちた蛇女の誇りを取り戻したいのであれば、抜け人のホムラたち5人を始末することだ。それにお前たちは失った時間を取り戻す必要もある。ホムラたちの居場所はこちらでも掴んでいない。お前たちには判明し次第連絡する。はい、わかりました。前任に敗北し蛇城を貶めた。あいつらの所業は万死に値する。うん、あいつらにはけじめをつけてもらわないと。そう簡単にいくかな。それはどういう意味ですか？ホムラたちは私が修行をつけた生徒だ。お前たちでも戦えば無傷では済まないだろう。待ってください。鈴音先生はどっちの味方なんですか？教え子に味方も敵もない。私は事実を言ったまでだ。イム、もういい。つまらない話をしている暇があるのなら修行だ。鈴音先生、報告は以上ですね。でしたらすぐに修行をしたいのですが。わかった。さあイム、私と手合わせだ。私は力なき者と行動を共にする気はない。お前の力が未熟なら容赦なく切り捨てる。あ、わかってる。ただ簡単にはやられないよ。僕はミヤビといつまでも一緒にいたいからね。では行くぞ。来い。ミヤビ、悪の誇りを舞い掲げよう。イム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。吹き飛ぶ。
落ちていないようだな。合格だ。本当？僕はミヤビの期待に応えられてる。いや、まだだ。イム、もっともっと強くなれ。悲願達成のためには強力な力が必要なのだ。こんなものではまだ足りない。ミヤビ、僕はミヤビのそばにいたい。ずっといたいんだ。つまらない質問をするな。お前は私の手足だ。当然私から離れることは許さない。あ、ミヤビ、誓うよ。たとえ何が起きようと、僕は絶対にミヤビのそばを離れない。絶対に一人にはさせないよ。期待している。もうミヤビを一人では戦わせない。僕はもっともっと強くならないと。ダメだよ、ミヤビ。今のヘビジョにはいないみたいだね。僕たちの仲間になれそうな新人は。私と共に戦える忍びが育つまでにはまだ少し時間がかかりそうだな。ミヤビ、新人なんて邪魔なだけだよ。僕一人いれば十分だと思うけど。そういうわけにはいかない。鈴音先生は5人集めろと言っていたからな。あと3人必要だ。ミヤビは僕だけじゃ不満なのか。僕はミヤビと2人だけの方がいい。イム、ちゃんと探してないな。え、お前ちゃんと仲間を探してないだろう。そんなことないよ。嘘をつくな。だって僕とミヤビの間に知らない奴なんか入れたくないよ。もしそいつがミヤビを裏切ったらどうするのさ。それにそいつがミヤビのことを好きになったりしたら、僕は何の話だ。ごめん。不満があるのならばヘビジョらしく戦って決めよう。イムが勝てば新人を入れる件はなしにしてやる。分かった。望みを叶えるのなら力ずくで。さあ来い、イム。うん、行くよ。悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。
みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ、火炎の魂に舞い散らせ。邪魔をするな。甘い。何の。なんだ。技あり。僕の全ては雅のために。か、勝ったやるな、イム。雅、僕、まあな、手加減というやつだ。どうして。お前は私の側近だ。あまり不満を抱えさせるのは良くないと判断した。みやび、ごめん。僕が悪かった。一人いるんだ。僕たちの仲間になれそうな奴が。私の知っている生徒か。うん。ただ本当の姿は知らないだろうけど。本当の姿。まあその意味は会えばわかるよ。いろいろと問題のあるやつだから。僕の妹の紫は。あれ、ベベタン。ベベタンはどこ。大変。私のベベタンがいなくなっちゃった。熊のぬいぐるみならここだ。お姉ちゃん。紫、久しぶりだな。うん。私に会いに来てくれたの。ああ、そうだ。嬉しい。でもどうして。すぐに蛇女に戻ってくれ。お前の力が必要なんだ。え？力って。そうだ。禍根の力だ。ダメ。私、お姉ちゃんを傷つけたくない。紫。また僕がやられるって言いたいのか？違うよ。そんなわけじゃ。僕だって強くなった。もうあの頃とは違う。だからもう引きこもるのはよせ。でも
はどうしたら許してくれると思う？何をしている？痛い。離してください。うるさい。黙らんと髪を全部引っこ抜くぞ。そんなんで立派な忍びになれるか。ベベタ、こんなものがあるからいつまでも甘えが抜けないんだ。お姉ちゃん、どうして？お前が姉を倒したんだ。え？それはカコンの力、精神力を爆発させることで肉体の力を何十倍にもする秘伝忍法だ。お前にそんな天賦の才があったとはな。入学試験は合格だ。無理に行けって言うなら、私、禍根の力を使います。私は部屋から出ない。それがお姉ちゃんへの罪滅ぼしだから。紫、僕の頼みが聞けないっていうのか？でもだって私はなんていうか、その、でもお姉ちゃんがどうしてもって言うなら、それでお姉ちゃんが私のことを
許してくれるなら。僕のことは関係ない。はっきりと自分の意思を示せ。それができないのなら蛇女に来なくていい。その代わりにベベタンを連れていく。ダメ、それだけはダメ。返して。返してほしければかかってこい。この力返して。紫、悪の誇りを舞い掲げます。イム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。やるな。忍び転身。紫、それだ。その禍根の力が僕たちには必要なんだ。私また禍根か。なるほど、大した力だ。僕たちの家系の特殊体質が生み出す秘伝忍法なんだ。僕は使えないけどね。そこにいるのは雅さん。久しぶりだな、紫。くんくんくん。なんだ紫、その癖はやめろ。失礼じゃないか。ごめんなさい。ずっと暗い部屋にいたからつい目よりも鼻を頼っちゃって。それに匂いでだいたい分かっちゃうんです、その人がどんな人か。くんくんくん。みやびさんはすごく気高い人で、くんくんくん。だからやめろ。失礼だって言っているだろう。ごめんなさい。ま、匂いを嗅ぐぐらい構わないさ。紫。はい。私は蛇女の誇りを取り戻すためにこの身を削ってでも戦い抜くつもりだ。そのためにお前の力を貸してくれ。私のあの力が必要。
紫、いい加減にしろ。みやびが頼んでいるんだぞ。お姉ちゃんも私の力が必要？当たり前だ。必要だから誘っている。僕にはないその力。お姉ちゃんが私を必要としている。だったらねえみやびさん、ベベタンも一緒に行っていい？ああ、お前の友達も連れて学校に来い。わかりました。うまく役に立てるかどうかわからないけど、私の力使ってください。ああ、やれやれ。これで3人集まったね。そうだ、5人まであと2人。あなたがミヤビ？お前は誰だ？やっぱり目つきが違うわね。これなら期待できそう。うんうん、そうだね、絶対だよ、ミヤビちゃん。おい、お前ら、ミヤビが誰だって聞いてるんだ。さっさと名乗れ。あら、こっちの中堅はいじめがいがありそうね。中堅だと？ミヤビちゃん、待って待って、いじめるならリョーナちゃんをいじめて。リョーナちゃんの中堅よ。もう仕方ないわね。お手、お座り、チンチン。はしゃぐんじゃない、バカ犬。もっともっと。行こう、ミヤビ。僕たちは変態に構っている暇はない。そうだな。構っている暇がない？両備たちは月仙女学館の生徒と聞いたの。月仙？前任の養成校か。ならば、私の敵だ。待って、話は最後まで聞いて。両備たちは姉妹揃って蛇女に転校しようと思ってるの。転校？なぜだ？理由はいろいろあるんだけど、簡単に言えば、両備たちは前任より悪人の方が向いてるみたいだから。そうなの。絶対蛇女に転校したいんだわ。ずいぶん漠然とした理由だな。しかし、悪人を目指す者に理由を問うのはマナー違反だ。転校したければ勝手にするがいい。来る者は拒まず。さすが元選抜チーム筆頭、話がわかるわね。でもその前に、あなたで蛇女のレベルを確かめさせて、両備が入るにふさわしい学校かどうか。なんだと？みやびに対して失礼だぞ、お前ら。イム、よせ。そこまで言うのならいいだろう。相手になってやる。そう来なくちゃ。ただし一つ言っておくわよ、私の忍び転身は一味違うから。そほう、どう違うのだ？大きくなるのよ胸が。曜日、悪の誇りを舞い掲げるわ。任務開始。突破！しとめる！
進め。誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。仕留める。秘伝忍法、
しみ、やー解くと味わい、秘伝忍法しぶといのね、リコチャットプレリュード、決着、終わってたまるか、最高に楽しかったわ。劉備、なかなかやるな。劉備の勝ちね、と言いたいところだけど、みやび、どういうつもり？全力で戦わないなんて。お前が知りたかったのは蛇女のレベルのはずだ。私が全力で戦うかどうかは問題ではないはず。それはそうだけど。それでわかったか？ええ、悔しいけど分かったわ。あなたの実力の底が見えなかったのは、劉備の鍛え方がまだまだ足りないから。そうか、では合格だ。転入手続きが終わったらお前は私のチームに入れ。みやび、僕は反対だよ。こいつなんだか嫌な感じがする。あら、中堅ちゃんは劉備のことが怖いの？調子に乗るなよ。お前の口を閉じさせることなんて簡単なんだ。中堅はおとなしく飼い主に従ってなさい。なんだと？やめろ。そのエネルギーは全て修行に向けろ。そうすればお前たちはもっと強くなる。分かったわ。みやび、あなたのチームに入れてもらう。これからよろしくね。ああ。じゃあ次はリョーナちゃんの番ね。きつく激しくテストして。さっきからお前は何なんだ。リョービちゃんの双子の姉のリョーナちゃんだよ。気にしないで、ただのド M の変態ですから。筋金入りの。ひどいよリョービちゃん。そんな風に言われたら絶対気持ちよくなっちゃう。こいつも試験を受けるのか。実力あるから心配は無用よ。実力だけじゃないよ、おっぱいもあります。信じられないなら確かめてもいいよ。ほら、おっぱい、おっぱい。ジョーナ、外でそういうことはしないで。確かに筋金入りだな。まあ、リョーナの力は実際に戦ってみればわかるわ。そうか、ならば行くぞ。はーい、リョーナちゃん精一杯頑張ります。リョーナ、悪の誇りを舞い掲げちゃ。雅、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。Stop! Stop!
お仕事おしまーい。はい、勝ちました。これでテストには絶対合格ですね。うん、いいだろう。力は申し分ない。じゃあこれでりょうなちゃんも仲間だね。みんな絶対仲良くしてね。ああ、その力歓迎しよう。なんだか納得できないけど、これでメンバーは5人だ。戦力は揃ってきたみたいだね。だから中堅は黙って従っていればいいのよ。また中堅と言ったな。だってあなたとみやびって飼い犬と飼い主の関係にしか見えないから。ふざけるな。僕とみやびは幼なじみだ。幼なじみ？そうだ。お互いに両親が忍びで子供の頃からよく遊んでいた。今度飼い犬と飼い主なんて言ってみろ。その時はお前を。お姉ちゃん、大きな声は怖いです。何？あなたいつからそこにいたの？っていうか誰なの？そいつは紫、私たちの仲間だ。へえ、よろしくね紫ちゃん。おっぱい見たいなら見せてあげるよ。結構です。そんな遠慮しないで。ほれ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 。助けて。お姉ちゃん。へえ、イムちゃんと紫ちゃんは姉妹なんだ。りょうなちゃんとりょうびちゃんと同じだね。みやび、本当にいいのか、この5人のメンバーで。ああ、実力が確かなら性格など何でもいい。蛇女の復権を成し遂げるにはやるべきことが山積みだ。それじゃあとりあえずどこから手をつける？まだ抜け人の足取りがつかめていない以上、先に半蔵の連中に借りを返すことにしよう。確かに後者の城を失ったのも元はといえば半蔵のせいだしね。さあ、いよいよ戦いの始まりだ。蛇女の誇りを取り戻し、再び高く掲げるぞ。はいはい。くんなんなのこれ。転入生二人の匂い。これって